それでは、これより合併記念見沼公園の都市計画変更原案についてご説明させていただきます。本日の説明は、上記の流れで行います。1、計画地の概要。2、合併記念見沼公園について、 三、セントラルパーク整備構想四、セントラルパーク整備構想の位置づけ五、都市計画変更原案の概要六、拡張整備する内容七、今後の手続きの流れ八、8 養開始ままでの手順になりますはじめに、計画地の概要についてご説明いたします。計画地を含む見沼田んぼは、東京都心から20から30キロメートル圏内に位置し、約 1260ヘクタールという広大な面積を持つ首都近郊における貴重な大規模緑地空間です都市計画を変更する公園の位置は大宮駅から東南へ約 2km トル、埼玉新都心駅から北東へ 1> 約1.5キロメートルの三沼田んぼ内の芝川沿いに位置しています計画地の周辺には北西側に芝川小学校が立地し西側には江戸時代中期から続く 関東平野最大の農業用水である三沼大用水の西辺りが、東側には芝川が流れています。また、北側には埼玉市防災センターや大宮消防署、自治医科大学付属埼玉医療センターなど、 防災面ででの主要施設が立地地すする地区でもあります次に合併記念見沼公園についてご説明いたします計画地では合併記念見沼公園を平成19年度に先行整備し開設しました 合併記念見沼公園は平成14年度に市民や有識者などの発意に基づき市が基本計画を策定したセントラルパーク整備構想の先行整備地区として開設した都市公園です浦和市大宮市 与野市の三市合併や岩槻市編入を経たさいたま市にとって計画地が市のほぼ中央にあることから合併記念のシンボルとして整備したものです合併記念見沼公園には交流広場括弧、 自然草地や見沼の池、かっこビオトープなどを整備し、現在は市民の憩いの場として、多くの市民の皆様に利用されています。次に、セントラルパーク整備構想についてご説明いたします。 セントラルパーク整備構想は、見沼田んぼの保全、活用、創造の具体的な方策として、貴重な動植物の保全に努め、市民のオアシスとなる緑の拠点の形成や、農業との接点の場の形成を目指すものです。 次に、セントラルパーク整備構想の位置づけについてご説明いたします。さいたま市総合振興計画、後期基本計画、後期実施計画において、新・見沼セントラルパークの推進として、 主要施策の一つに位置づけていますその中で、三沼田んぼ地域における既存の自然、歴史、文化をかけがえのない環境資産として時代に引き継ぎ、三沼田んぼの保全、活用、創造を先導するための緑の核となり、 広域防災拠点の要として、防災機能をも有する都市公園の整備を進めていくこととしています。また、さいたま市緑の基本計画改訂版では、セントラルパーク及びその周辺について、市における緑の将来像として、 緑のシンボル閣及び見沼田んぼシンボル軸の両方に属する重要な場所に位置づけセントラルパークの整備を推進することとしています今回の合併記念見沼公園の都市計画変更原案について 概要をご説明いたします原案の変更項目は4点あります1点目は公園区域の変更です図のように緑色の区域から赤色の区域に拡張整備します2点目は公園面積の変更です 約3.9ヘクタールから約15.7ヘクタールに変更します3点目は公園種別の変更です地区公園から総合公園に変更します4点目は都市計画公園名称の変更です 合併記念見沼公園から埼玉セントラルパークに変更しますなお都市計画公園名称とは別に今後公園名称を検討していきますここからは今回の原案の内容である 計画の概要についいてご説明いたします。本公園の基本方針としては先行して開設された合併記念見沼公園と一体となり見沼田んぼの保全活用創造を先導する公園として また、見沼田んぼと市民をつなぐ場を整備・創造することとしています。整備の狙いとしては、1、水と緑のネットワーク形成のモデル地区として、緑地の保全・回復・ 新たな緑地の創造緑地間の連携強化2市民活動の場や憩いの場の不足解消3公園の整備によって市として避難場所応急給水場所の確保や災害体制の強化が挙げられます。 次に、施設内容についてです。見沼田んぼと市民をつなぐための場としての広場や、学習水田を整備するとともに、見沼田んぼを創造するための池の造成、また、 これらを活用するためのビジターセンター、駐車場などを整備します。さらに、災害時には市民の避難場所や応援部隊の参集場所としての機能をも有するものとします。次に、今後の手続きの流れについて、 ご説明いたします今回市民の皆様および関係する皆様に対して原案の説明をさせていただきました今後今回の説明会でいただいた皆様からのご意見を参考に都市計画の変更案を作成いたします 作成した案については都市計画法第17条の規定に基づき2週間の縦覧を行います都市計画の変更案に対してご意見のある方はこの縦覧期間中に意見書を提出することができます 案の縦覧が終わりましたら都市計画審議会に諮ります賛成の答申をいただいた場合には都市計画決定括弧変更さらに都市計画の告示縦覧を行います結びに 用開始までの手順についてご説明いたします都市計画決定後は埼玉県の事業認可を得て測量や用地取得を行います用地取得後設計や工事を進め 講演の供養開始となります。詳しい時期については、決まり次第改めてご案内いたします。説明は以上です。なお、この動画は3月10日から22日までの間、し ホームページで公開し、今回ご説明した都市計画の変更に関するご意見、ご質問を3月22日まで受け付けております。長時間にわたりご清聴いただき、ありがとうございました。